彼女の、お悩みという面で、まずは一つ目は広がりやすいというのが、一つあります。であんまり軽くしてしまうと、あんまり入れすぎてしまいますとハイレイヤーになってしまって、ちょっとこう一昔のスタイルになってしまいますので、程よくですね、頬骨よりもで顔周りのレイヤーが一番欲しいので、できれば引き出しの角度も少し前ですね、前にオーバーダイレクションするような形で、頭の形なんですけれども、例えば鉢が全然張ってない方もいらっしゃるんですけど、そういう方に対してあんまりこう奥の方から取ってしまうと、三日月セクションの取る位置なんですけれども、そこを上にするか下にするかによって、毛量だったりフォルムが変わってくるんですね。例えば上の方で三日月を取ることによって、毛先がちょっと揃ってる部分がありますので、そこをドライでしっかりと調節していきます。カービングカットの入れる位置なんですけれども、そこもポイントですね。根元の方から行くと、どうしても癖が出やすくなってしまいますので、毛束の、だいたいそうですね、ちょっとこうトリミングですね、毛のペラペラしている部分を調節をしていただけると、さらにツヤ感が出るスタイルになってきます。この始まりの部分ですね、始まりの部分を軽さを出してあげることがポイントです。でだんだん外側に行く、目尻の方に行くにつれて重さを残していただけると、あとは、巻くことによって、例えば、お客様で私頭が大きいとか、そういうのを気にされてる方とかもいらっしゃると思いますので、逆にこう巻いていただけますと、ポイントがこう下の方に動きが出てくると、で最後にスプレーをして、お客様に最高な状態で似合うように仕上げて帰っていただくのがすごく大切だと思います。